はいどうも皆さん、バンワニチアイスケです。ということで本日もスプラトゥーン3イカさんやっていきたいと思います。ということで今回使っていく武器こちら。はい、ということで今回パラシェルターという武器使っていきます。はい、どういう武器なのかと言いますと、この武器ショットガンなんですけど、あの射撃ボタンを長押しすると傘をバッて開いて、まあ、盾みたいになるんですよね。で盾みたいになっている状態でそのままいるとピューンって前に飛ばすんですよまあ後で見せるんですけど、そしたらあの縦のまま相手の方向に向かって進んでいくんで、だからその後ろにいれば食らわないんですよね。まあ、結構強いです。ちょっと癖があって使いどころが難しいところなんですけど、まあ、攻める部分、まあ、守りの部分でも使えるかなと思います。あとショットガンなんで近接でも強いですね、当たればね。はい、でもってはい、サブの方はスプリンクラーとなってますんで、敵の塗られてないところにポイって投げるとか、あとは自分の塗られてないところにポイって投げて置いておくとか使うといいかなと思います。でトリプルトルネードっていうのがグレネードをポイポイポイって投げてそこにドーンって降ってくるやつです。まあ、後で見せましょう。さあ縄張りバトル、マヒュマヒリゾート&スーパーってことでやっていきましょう。ピンク？ピンクだね。いや緑いいな、俺緑大好きなんですよ、すげえ。さあってことで、さあここら辺は任せましょう。すげえちょっと前出るかな、ちょっと塗りは任せまして、さあ縦で、うん、インクが足りなかった。うわ、くそまあ近接負けるよね、そこは。ちょっとミスっちゃったね。もう一回いこう。とりあえず投げてシュッシュッシュッってやって、はいはい、いや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 、はいはいはい、立て立て、いやいやいや、塗って塗って、スプリンクラー投げて、スプリンクラー投げちゃって、はいはいはい、いけ当たったラッキー、強いね。さあ正面いますんで投げて、でここでグレネード、はい、敵さんはすごく嫌がると思います。よいしょ、どれだけねこのゲームは敵を嫌がらすことができるか、はい、そこが大事になってきますんで、おい、ここら辺も塗っておきましょう。インク切れ、ここに飛ばす、はいはいはい、インク溜めて、よいしょ、はい、敵さんは嫌がってるよ。あ、ここ塗れるじゃん、溜めて、ほいほいほい、嫌だろうね敵の嫌がることをどれだけできるか、それが大事ですよこのゲームは。はい、よっしゃー、ほい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 、構えて打て、ほいほいほい、若干インクが足りない、打って、はい、ナイス、オーケー、ほいほいほい、あくそ、まあ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 、まあ、ナイス玉でやられたんだ。どうだ、ちょっと厳しいかも。まだ勝ってんじゃないかな。 OK まあね、ショットガンだから若干当てにくいんですけど、この武器はねあれですね、嫌がらせですね大事です。はい、
味方の足を引っ張るのは絶対やっちゃいけないことなんですけど、敵に嫌がらせをするのはね絶対大事です。はい、まあ、こういう対戦ゲームにおいてどれだけ相手に嫌な思いをさせるか、それがね大事なんです。はい、ちょっとあんまり良くないかもしれないけど、まあそういうもんです、戦いというのは。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。